じゃあ、誰からやろうかな。この中で一番、やばいのが、ヨシタさん。ダントツで。いや、やばいっていうか、一番怖い。っていうか、一番、精神的にも物理的にも危ない人が岩下さんかな。記憶をたどると。風間くんは割と優しかったような記憶が。じゃあ、福沢さんからいきたいと思います。私が最初の話をするの。そうね、何を話そうかな。あ、その前に自己紹介しておくわね。私の名前は福沢玲子。オープニングの文章って自動送りなんですよね。こういう風に文章止まんないんで、送れないように読むの大変だった。 いや、読まなくてもいいかもしれないですけど、ちょっと意地で読んでみました。今年の春入学したばかりのバリバリの新入生で、先輩の皆さんよろしくお願いします。坂上くんだっけ？あなたとは同じ1年生なのに会ったことないわよね。まあ、この学校広いから、それともいつもサボってるのかしら。あははは。はそういえばあなたが体育館の裏でサボってるの見かけたこと。マジで？うわ。ごめんごめん。怖い話だったわよね。それじゃあいい。どのクラスにも一人は変な子っているでしょ？いじめられっ子とか存在感が薄いとか、そういうのじゃなくて、なんかみんなと違うのよ。どっかおかしいの。それもうその時点でいじめちゃう？みんなと考え方とか行動とか、どこか違うのよ。ピントがずれてるっていうか、この世の人ではないっていうか。うまく言い表せないな。そういう子、うちのクラスにもいいんだよね。うちのクラスってのは G 組だよ。待って。A, B, C, D, E, F, G。めっちゃマンモス学校っすよね。名前は、元木さなえっていうの。さなえちゃんは本当に変なんだよ。うわ、うわ。BGM、そう。プレステバージョンもすごいけど、BGM が素晴らしいっていう、この学校であった怖い話の、全部素晴らしいっすよ。このテーマも大好き。例えばさ、調理実習の時とか、包丁使うでしょ。さなえちゃんに包丁を持たせると、じーっと見つめちゃうんだよね。ニタニタ笑いながらさ。それで、これで目を突き刺したら痛いよね、なんて呟くんだよ。見てるこっちはびっくりしちゃうよね。それで包丁の先を自分の方に向けるのよ。そして、しばらくの間そのままの姿勢で、じーっとしているの。あっぷねえ。その後大きくため息をついて、ああ、怖かった、とか言うんだよ。その間私たちなんか固まっちゃってさ、どうなることかと身動きできずに黙って見守ってたんだから。そうかと思うと包丁でちょっと指を切るとワンワン大声で泣き出すし、大した血じゃないのよ。それなのに大げさに泣くのよね。いやー、切れたら泣くんじゃないかな。何があったかと思って私の方が驚いちゃった。それからお弁当を食べるとき、いつも食べる前に、10分以上お祈りしてんの。何言ってるかわかんないけど、小さな声でブツブツ、ブツブツ呟いてるんだ。それから何度も何度もお弁当箱にお辞儀するの。もう。それでようやく食べ始めるんだよ。
信じらんないよね。食べる時もあれは30回以上は噛んでるよ。だって食べるのもすごい遅いもの。あ、昔ありましたよね、30回噛まないと消化悪いみたいな。でも30回も噛むって大変だよね。お昼休み目いっぱい使ってご飯食べれんだよ。それで食べ終わるとまたお弁当箱に持ちにしてブス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 お祈りを始めるの。危ないよね。いや、危ないけど、なんて言うんだろう。それも、そういうのを容認できる優しさって重要やん。まあ、ちょっとな。でもね、頭が悪いってわけじゃないの。結構勉強できるんだよね。いつも試験とかで上位に食い込んでるのも。食い込んでるもの。それにいじめられるわけでもないの。女の私から言うのも尺だけど、結構可愛いんだよ。誰にも好かれる顔っていうのかな。ああいう子って得だよね。私もさなえちゃんのことさ、憎らしいなって思う時もあるけど、まあいいやってすぐに許せちゃうもの。ああ、わかる。可愛いは正義。実は結構仲がいいんだ。私も変なのかもしれない。それにさなえちゃんって変だけど面白いんだよ。この前なんかいきなり教室の中で天井見ながらくるくる張り出すな。どうしたのって聞いたらクラクラして目が回るの。だから反対の方に回ってるの。そうすれば治るんだよ。あ、やったことあるけどこれ逆効果。もっと気持ち悪くなるよ。そんなので治るわけないじゃん。呆れちゃったよ私は。でもさ、さなえちゃんが言うと笑えちゃうんだよね。可愛いから。そういう子あなたのクラスにもいない。でもね、さなえちゃんが変なのはそれだけじゃないんだよね。すごい秘密があったの。私偶然その秘密を見ちゃったんだよ。この前さ、体育のあった日、さなえちゃんは気分が悪いって休んでたのね。最初は授業を見てたんだけど、横になりたいからって保健室に行ったの。顔真っ青だったもん。本当に気分悪かったんだよね。その時体育の授業は、女子はバレーボールやっててね。外で。私突き指しちゃったんだ。痛いよね、突き指。それで保健室行ったの。そしたらね、先生はいなくて、さなえちゃんが一人で寝てたの。頭まで毛布をかぶってガタガタ震えてるのよ。声かけようかどうしようか迷ったわ。なんだかベッドごと揺れそうなほど震えてるんだもの。今にもベッドが暴れだしそうなの。声をかけちゃいけない雰囲気だったわ。